皆さんおはようございます。ツンツンです。 KC カップ2日目スタートしましたが、皆さん調子はいかがでしょうか。さて、まあ今回もですね、今回というか今日もですね、土曜日の自分に向けてのマインドセットを兼ねたですね、動画投稿していきたいと思います。土曜日なんですけれども、勝っているデッキがですね、だんだん透けてくる日になると思います。なぜかというと、勝っている人が仲間に言うからですね。これ、ここだけの秘密ねって言うんですよね。ここだけの秘密がどん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 、ここだけの秘密、ここだけの秘密って広がっていって、バーンってなるわけですよね。まあそれは結局ね、デッキの寿命を言うってことは早めることになるということになります。まあ言わなくてもね、徐々に広がっていくことが多いんだけどね。じゃあここでですね、今年4月の KC 思い出していただきましょう。4月やってる人、やってなかった人、どっちもいると思うんですけれども、あの時はですね、松さんという方が代表を取りました。覚えてますかね。で、その時の松さんのデッキっていうのはセレブ副社長を使った小悪メールでしたね。で、同じデッキを一緒に、まあ、合宿していた、今回というか前回か、代表になった春さんと、あとは、最多金アイコン所持者の倉木さんと、この3人がですね、同じデッキを使って3人とも金アイコンでした。で、この3人で走ってたんだけど、名前も公開せずプレイしていたんですよね。まあ、そのおかげで最後までほとんどバレずに勝ち切ったという風な状況でした。まあそれは確かにセレブ副社長っていう真似しづらいですね、まあ特性っていうのはあったかもしれません。ただもしバラしてたら KC 中にですね、ライバルが増えていた可能性はあります。ちょっとここで少しだけ脱線しようかなと思うんですけれども、今回のセレブ枠、それは何か、まあ打天使じゃないかなと思います。まあすでに流行っているかな、どうだろう。結局これ今撮ってるのが、まあ昨日も言ったんだけれども、水曜日深夜の4時過ぎ、今4時20分ぐらいだね。こんな時に撮ってるんですけれども、まあ、横の家の人ごめんっていう。うん。まあ、どうだろうね。セレブ打天使流行ってんのかな。もし流行ってるんだったら、まあ始まってみないとわかんないんだけれども、コナミさん対策考えてほしいですね。うん。追放は僕持ってないです。ちなみにどうでもいいですけど、混合格、社員の混合格を引くための生放送とかありましたね。やりましたね、あの時。めっちゃお金使ったわ。10万ぐらい使った気がする。めっちゃもったいないね。バカじゃんと思った。うん。まあもう、そういうね、あれがあるんで、自分はセレブ課金はしないって決めてるんでね。はい。もう痛い目見たんで。まあちょっと話戻しましょう。じゃあそろそろ、勝っているデッキが。透け始める頃だと思うんですよ。で、ということは他の人が簡単に真似できるようなデッキだったら賞味期限は近づいています。だってさ、ミラーってどこまで行ってもミラーだよ、鏡だよ鏡。だからそんな勝率差が出ないっす。だからどういうことかっていうと、勝っているデッキが増えてくる、みんなが使えば使うほど勝率が落ちてくる、つまり賞味期限が、近づいてる、消費期限かな、まあ、どっちでもいいか。じゃあどうするか、そのデッキを真似するんだったら早めにしましょう。え、なんでみたいな。賞味期限近づいてんじゃないのって。え、真似していいのってなるじゃないですか。いいんです。真似しながら対策考えるんです。自分が使ってみたらわかります。このデッキって何されたら嫌なんだろうとか。そう考えることによって、そのデッキが流行ってミラーマッチが増えた時に対策デッキに移行しやすくなります。ただ、ここで大切なのは、大切っていうか忘れてはいけないのは、要はカード持っていない人もいますよね。そういう人どうするか、自分でデッキ組んでみましょう。紙に書いてね。もしくは OCG のサイトだったら、そこで、自分も ID 持ってるんだけれども、確かデッキ作れるから、まあカード名とかは分かってるんだったら、それを入力していけば、デッキの、なんて言うんだろう、リストパーンって出せるんですよ。画像付きで。それでもいいと思います。やりようはいくらでもあります。で、それで何が大切かっていうと気づきがあります。例えば前回だったらリンネデスペ流行ったじゃないですか。リンネのパーシアスを積んだデスペラードですね。あれ流行ったと思うんですけれども、あの時に実際デッキ自分で組むか組まないかで、俺結果変わったと思うんですよ。組んだらわかるんですけど、あれ攻撃反応とか入れる枠ほぼないんだよね。っていうか、よっぽど初動を減らしたりとかしないと攻撃反応入んないんですよ。で、そこまで
じゃあ下級の数減らしたりとか、そこまでするリスク取る人がどれぐらいいるかっていうと、そんなんさ、いきなり使うデッキだからそこリスク取んないんですよ。ってなると基本テンプレっていうのは攻撃反応がないんじゃねっていう仮説が立つわけなんですよね。ということはモンスター効果使わなかったらこれ勝つんじゃねっていう風になるわけですよ、ガラ空きヒールドだったら。そういう風にちょっとずつちょっとずつ情報をですね、自分で組むことによって得ていって、で、思い切ってプレイするとか、そういうのは大切になってきます。でですね、まあ対策デッキに移行しやすいっていうのは、結局ね、もし自分がそのデッキ使えるんだったら、嫌なデッキに当たるんですよ絶対。このカード積むじゃんとか、このデッキ積むじゃんとか当たるんですよ。ここが土曜日から日曜日にかけて環境が変わるときに DP を伸ばすコツです。どういうことかっていうと、環境が、まあ最初金曜日って合ってないようなもんなんですよ。で、土曜日から日曜日にかけて環境が定まってくるんですよ。で、その定まる環境、要は強いデッキを早めにキャッチして使い始めるのが金曜日の DP 伸ばすコツだったんですよね。土曜日か日曜日、土曜日から日曜日にかけて、そのデッキ流行り出します。強いデッキが。で、そのデッキを使っていた人がポイントリーダーでしたよ。要は引っ張っていた人たちでした。その人たちが、じゃあ次停滞し始めるんですよ。じゃあどうする？あ、それはミラーが増えたりとかするからね。じゃあ次どうなるか。そのデッキの対策デッキを考えた人が、新しい環境とともに颯爽と現れてカーン行くんですよね、大体。だからこのデッキ何が嫌なんだろうっていうのを考えておくことが、環境が変わった時に DP 伸ばすコツです。だからね、金曜日は結構何も考えずに強いデッキとか、もともと準備していたデッキが強かったりとかで伸ばし続ける人いるんですよ。だから土曜日の途中ぐらいまでは最初に準備していたデッキで勝ち続ける人っていうのが多いと思います。前回の KC だったら僕とかジータとか、あとハルさんがポイントリーダーでしたね。まあ、土曜日の段階で僕は10万 DP は到達していた記憶あります。ただ大丈夫。こっから停滞するから。ほんまに停滞するよ。面白いほど停滞するよ。うん。そのタイミング、まあその自分たちのデッキが流行っちゃって、ミラーが増えてくる。ここからが KC カップの本当の幕開けになります。で、まあメタデッキっていうのを使えるようになればいいんだけれども、ここが金曜日は体調を整えましょうねって言った意味合いです。しっかり体力残っていれば、この本当の KC カップの幕開けから戦うことができます。 OK ですか？ちゃんとこういう体力温存できてます？大事ですよ。まあただ土曜日はまだ環境変わらない可能性もあります。まあそれだったらね、結局早めに強いデッキ見つけて、それでずっとブーストしていけばいいわけだから楽なんですよ。で、金曜日の延長で勝ってるデッキを真似してデュエルし続けるっていうのが丸いっす。で、必ず1回は環境変わります。そのタイミングで出し抜くことができるようにね、虎視眈々と狙い続ける。それが大切です。がむしゃらにやるだけでは勝てない。それが KC カップだとは思います。あとここからですね、ちょっとだけ余談なんですけれども、KC カップ始まると大体墓所が増えるんですよ。で、今回はカイトロイドのせいと、あと打天使のせいとかで墓所増えんじゃねとは思ってます。だからこの辺から墓所が増えるかな。大体よく増えるのって土曜日の途中からですよね、墓所が増えるの。なんで KC になったら毎回墓所の素晴らしいデッキが出てくるんだよこれ。うん、まあそれで今回は墓所は増えるかもなっていうのは思っております。じゃあ墓所が増えた時にどうするのかっていうのも考えておきたいですね。はい。で、あとどうだろうな、俺今何してるだろうな。多分ね、あんまご飯食べれてないと思うんすよ。みんな食べてます？ご飯。多分ね、集中しちゃってるからご飯とか買ってるとは思うんだけれども、多分喉通ってないと思うんだよな。でもそこがね、ちゃんと結局なんて言うんだろう、集中力が大切だからさ、集中力を維持するためにも、軽いおにぎりとかチョコレートとかっていうのはいっぱい買っといた方がいいと思うんだよね。あと野菜ジュースとか、簡単なちっちゃいサラダとか。大きいサラダはね、結構食べきれないから、割とちっちゃいサラダの方がいいと思うわ。うん。で、あとバナナとかもいいよね。あの辺とかは今もし買ってないんだったら、今からコンビニスーパー行って買ってきたらいいんじゃないかなと思います。うん。
今回ね、あの合宿一緒にする人がですね、なんか鍋作るって言ってたんだよね。鍋作ってくれるんかな、ほんまに。どうなんだろう洗い物とかめんどくさいからね、どうなるかわかんないけれども、でもそれの買い出しとかも行ってんのかな。まあ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 今日とりあえずね頑張って、で日曜日、うん、まあ、言うてまだ今日土曜日だぜ。土曜日一日やってはまだ日曜日から月曜日まであるから結構余裕やな。まあ土曜日しっかり頑張って、うん、まあ無理せず、まあ目標10万 DP いけてたら個人的にはもう万々歳やね。でも10万いけなかったとしても7万ぐらいとかでも全然 OK、 もし金とか代表取るんだとしても、うん、確か小林さん WCS の時日曜日って確か3万ぐらいの DP とかから、確かその辺からスタートして一気に代表まで駆け上がったような記憶がある。そうだからね、デッキがハマったら一気にいけるんよ。だからマジで本当にね、土曜日、うん、絶望してる人とかも今この動画見てる人はいると思うんすよ。まあもしかしたら俺自身も絶望してるかもしんないけどね。こんだけだって昨日さ、俺代表取ります、頑張ってって言ってるじゃん。金アイコン最低ラインで目指しますって言ってるのに、俺今もし1万 DP とかやったらどうしよう、嫌だなまあ本当にね、何が起こるかわからないのが KC カップになります。で明日もね、あの KC カップ日曜日編みたいなのをやろうと思ってますので、ぜひぜひ来てください。で、火曜日はラジオっていうか、まあ、生放送的なのやろうかなと思ってますので、そこもね皆さん来てくださいね。はい、では皆さん来てくれて今日もありがとうございました。